今回は大阪市の大正区と住之江区をつなぐ新木津川大橋を紹介するよ。新木津川大橋は大正区の中でも南側にあって対岸の住之江区につながる橋だよ。新木津川大橋は大阪市内を流れる木津川に架かる橋で、近くには先に作られた千本松大橋もあるよ。新木津川大橋はこのような橋の形になっていて、総延長距離は 2.4km もある大阪市内最大級の橋でもあるよ。ちなみに大正区は3本の大きな橋が作られたことで、隣接する港区、西成区、住之江区に移動しやすくなったよ。新木津川大橋を渡る前に先に過去の様子を見てみようか。うん、私が生まれる前の様子興味あるで。こちらは1936年から1942年頃の航空写真で、電線は今の新木津川大橋がある場所を示しているよ。なお左側には木津飛行場という小さな飛行場が戦争前の時代にはあったんだよ。右側に造船所と製鉄工場が並んでるのが見えるで。船に必要な鉄鋼業が造船業と共に発展したんだよ。こちらはちょっと飛んで日本の高度成長期時代だよ。造船所がめっちゃ増えたんやな。今では信じられないくらいに造船業が盛んだったんだよ。次は1970年代に移るよ。あ、千本松大橋ができてるで。よく気づいたね。千本松大橋は1973年に完成したよ。次は1985年頃だけど、盛んだった造船所が衰退して消えてしまったのがわかるよね。過去を振り返ると今はわかりにくいけど、造船業で発展した地域だったんやな。そうなんだよ。ではこれから橋を渡りに行こうか。木津川飛行場跡っていう記念碑があるで。この木津川飛行場跡は昭和4年から約10年間近く使われた小さな飛行場だったんだよ。この場所にあったんやな。ただ地盤が悪く、後に伊丹空港や八尾空港が作られたこともあって、あまり活用されなかったようだね。ではやっと新木津川大橋を北の大正区側から渡っていこう。新木津川大橋も千本松大橋と同じように螺旋ループ橋なんやな。ただ新木津川大橋は三段構造の螺旋ループ橋だけど、用地取得の問題もあって北側だけなんだよ。だいぶ暗くなってきたね。この橋は普段から人通りは少ないけど、暗くなると余計に人通りが少なくなる。小走りだとやっぱ動画もだいぶブレるんやな。暗くなってくると動画の手ブレ補正機能が効かなくなるから、余計に画面がブレやすくなるよね。だから動画のブレも多少は許してね。ここまで動画を見てくれている人は理解がある人ばかりだから大丈夫だよ。この橋を渡るのに結構時間かかりそうやな。新木津川大橋は前回渡った波早大橋よりもさらに長いから頑張って。渡っている人はあまり見かけないけど、車はぼちぼち通ってるんやな。この辺りは工業地域だからトラックとかの通行も多いよね。そろそろ黄昏時を迎える時間となってきて、幻想的な雰囲気を感じるよね。ちなみになんでまた今回も歩きではなく小走りで渡っているの？それはね、小走りで橋を渡った方が早く家に帰れるからさ。でも早く橋を渡りたかったらすぐ脇にある渡し船を使った方が早く帰れるんとちゃうの？確かに渡し船を利用した方が簡単に渡れるけど、やっぱり人間は体を動かして橋を渡った方が記憶に残るんだよ。現代は楽に移動できる時代だけど、逆にそんな時代だから体を動かして移動すべきなんだよ。いまいち言っている意味がわからんけど、ここまで来てもうたから今さら後戻りできへんし、シャアなしについていくわ。大きくなればいずれ僕の言っている意味が理解できるはずだよ。そんなん言うてるうちに高いところまで来たね。新木津川大橋も大型船舶が通行できるように高さ約50メートルの設計となっているよ。そろそろちょっと休憩やな。だけどまだ半分も渡ってないもんね。橋はただ渡るだけではなく、このような橋の景観も楽しめるよね。
走ってただ渡るだけのものにも思えるけど、このような高さのある橋は景観を楽しめる場所でもあるんだよ。晴れていたら綺麗な夕日が見れたんやろうな。でもその代わりにライトが点灯して夜景が楽しめる時間帯になってきたよ。アベノハルカスも見えてるで。橋の道路部分がライトアップされて綺麗に見えてきたよね。工業地域と橋のコラボする大正区は意外と景観スポットの穴場なんだよ。工場から立ち上る蒸気や南港のライトも幻想的やね。工場地帯も夜になるとライトアップされて昼間と全然違う光景になるんだよ。ここで夕暮れ時に橋をぐるぐる進んでいく車両を見ているのもいいよね。なんだかモノレールの模型が動くのを見ているみたい。螺旋橋を登ってくるとまっすぐな直線部分が約500メートルも伸びてるよ。暗くなってくると本当にさっきまで見てた景色と変わってきたね。大阪市内に住んでいる人でもこのような工場地帯の夜の景色は意外とあまり知らなかったりするんだよ。あ、バスもこの橋を通るんだね。昔は渡し船でしか移動できなかったけど、今はこの橋ができたから便利に移動できる時代になったんだよ。高いところから夜景を眺めるととても綺麗に見えるんやね。そうだね、周囲に人影もないから綺麗な大阪市内の景色を独占できるんだよ。梅田の高層ビル群とはまた違った雰囲気がいいよね。車に乗って橋を渡ってもゆっくり景色が見れないから歩きがいいんだね。そうなんだよ、車だと橋の上で止めれるスペースがないからこのようにじっくり景色を眺めることができないんだ。海や川があるところはその水面にライトが反射してより幻想的な景色が見られるんだよ。確かにライトが水面に反射してより夜景が明るく綺麗に見えるな。だいぶ暗くなって動画の手ブレ補正機能が効かなくなってきたから、今回の新木津川大橋の紹介はこの辺で終わろうか。それはいいけど、前回に食べれなかったアイス今回は帰りに食べたいな。この辺にアイス売っているお店ないから、またアイスは今度ね。今回もそういうお近いな。